はい、皆さんはじめまして、こんにちは、のっちと言います。まあ、はじめましてと言っても、まあ、はじめましてじゃないかと、もしかしたらいるかもしれませんけども、まあ、基本はじめましてだと思います。少し前にですね、音声配信を始めようと思ったんですが、なかなか、続けることが当然できなくてですね、まあ、三日坊主が得意技ということができなくて、その後ですね、iPhone で収録して配信しようと思ってですね、せめて音質ぐらいはいいものにしようっていうところで、まあ、ブルーイエティ X というロジコイルのマイクを買ったにもかかわらず一度も配信してないと。多分買ってからもう3ヶ月ぐらいは経ってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そこからようやく今日、あるきっかけがあって、動いてみようというふうにまたやってみたわけなんですけども、まあ、ちょっとそのね、きっかけの話をさせてください。今日は5月29日日曜日なんですけれども、昨日28日にですね、映画トップガンマーベリックっていう、まあ、ちょうど5月27日に公開され、日本で公開され始めた映画を、まあ、うちの奥さんと見てきたんですけれども、もうすごい面白かったんですね。すごい面白かったし、感動したし、嬉しかったし、もう体にね、自分はただ見てるだけなのに、勝手にこう、なんていうんですか、G がかかる。押しつぶされそうになるような G ってあるじゃないですか。車の運転とかジェットコースターとかね、まあ、飛行機乗りもそうなんですけど、体に重圧を感じる G ですね。 G が何の略か分かりませんけど、まあ、それをね、感じるぐらい臨場感と没入感と、もうハラハラドキドキと、で、人間ドラマとっていうのが、ね、あってね、本当に面白かったんですよね。で、トップガンっていう映画は僕子供の頃に何回も結構見ていて、で、ちょっと内容をうっすら覚えてないというか忘れかけてたので、この公開に合わせてですね、その4日か5日前ぐらいに1回ね、Amazon プライムで見たんですよ、昔のやつを。基本私、字幕を見ると疲れるんで、吹き替えしか見ないんですけど、吹き替えで見たんですね。まあ、それで面白かったなというとこ、最初のそのトップガンですら、もうだって、何年前だろう。30年ぐらい近く前になるんですかね。まあ、その映画でも面白かったなというふうに思ったんですけども、それを、まあ、ちゃんとこう見た上で、今回、マーヴェリックを見たというところで、もう始まりからね、もうめちゃくちゃ嬉しい。まあ、なんで嬉しいのかっていうのはちょっとネタバレになっちゃうんで言えないんですけども、もう興奮してですね、本当なんていうのかな、ワクワクドキドキっていう始まりもそうなんですけど、これこれこれっていう感じなんですよね。そう、映像といいね、音楽といいねっていうところで始まってもですね、やっぱりトム・クルーズ、当然主演がトム・クルーズなんですけど、まあ30年以上撮ってて、確かね、最初のトップガンの時の年齢が23歳だったんですけど、今もう60近いんじゃないですかね、58とかぐらいだと思うんですよね。で、まあ、もちろん顔つきとかね、体つきとか変わってるんですけどね、全然かっこよさが変わってないんですよ。もうめちゃくちゃかっこいいでいて、もうね、多く語らずに笑顔だけでこう、まあ、女性を虜にするとかね、コミュニケーションするみたいなところがあって、まあ、それもまたね、なんかトム・クルーズらしいなって、まあ、マーベリックらしいなっていう感じなんですよね。まあ、なのでトム・クルーズの映画ってね、ミッション・インポッシブルとか、まあ、他にもいろいろありますけども、このトップガンでしか見せない顔ってあるなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな中でですね、今回のこのマーベリックのメインのメッセージっていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとそれもネタバレなんで言えないんですけども、そのメッセージが、まあ、中盤から後半にかけて、場面場面でね、出てくるんですよ。で、本人が言ったりとか周りに言われたりとかね、頭の中でこう思い出したりみたいなところがあるんですけども、それがやっぱりすごくね、今日この音声をまた配信してみようって思ったきっかけなんですね。で、なんで配信が、まあ、できなかったかっていうと、まあ、いろいろあります、理由は。まあ、多分10個ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけども、その中の一つに、ちょっとね、自信が持てないっていうのがあったんですよね。まあ、まあ、これもね、こういう言い方するのは、ちょっと昔の自分の癖があって出てきて嫌だなっていうふうに思うんですけど、正直、音声配信とか動画配信とか散々やってたんですよね。自分でもやってましたし、まあ、プロデュースみたいな形も、コンサルみたいな形もしてましたけど、なんかね、自信がなくなってたんですよね。まあ、話が上手いなんていうことは別にトレーニングとかね、学校で習ったわけでもないし、ただ自分の中でなんとなくやってきたから、まあ、できないわけじゃないだろうって、それそこそこ話せるだろうみたいな、まあ、そういう自負があっただけなんですけれども、なかなかね、思い越しが上がらないというところで、でなんでこうやってね、準備も環境も揃えてきてるのにできないのかなって、キャリアもあるのにできないのかなって考えた時に、すっごい重要なことに気づいたんですよ。
まあ、その行動のきっかけはこのトップガンマーヴェリックから得たんですけども、その理由に気づいたのが実はね、まあ、これも同じトップガンマーヴェリックを見に行く日中の出来事なんですけども、あのうちの奥さんとですねちょっと銀座に行く用事がありまして、で銀座にはですね結構無料で見れるギャラリーっていっぱいある、まあ、いくつかあるんですよ。3個4個ぐらいあるんですけど、その中でも銀座、グラフィックギャラリー GGG っていうねロゴのギャラリーがあって無料で見れるんですけども、まあ、そこでですね、まあ、テーマがインライフっていうことで生活の中にアートがあるみたいな感じでいろんなアーティストの方が、まあ、2週間とか3週間おきにそこで展示会をするんですね。まあ、そこで、見てきました。佐藤達也さんだったかな、ちょっとごめんなさい名前忘れちゃったんですけども、まあ、その方の、アートを見てきたときにすごい感じたことがあるんです。これはまあネタバレでも何でもないんで話しますけど、自分はずっとこうビジネスとか仕事っていう分野で生きてきて、何かを始めるってことは何かの出口をいつも求めている、もっと言うと何かの結果を求めている、もっと言うと、売上が上がるとかお金が稼げるとか集客できるとか、何か自分のこうブランディングができるとかそういうようなことばっかりに気にしてたんだなと。でそれがないものに関してはこうやっても意味がないんじゃないか、無意味なんじゃないか、誰も評価してくれないんじゃないか、損するんじゃないかっていうような感じがあって、できなかったんだなと。つまり僕はその何かをやろうと思った時に全てをビジネスとして捉えてしまう癖があって、そのビジネスの対極である、まあ、対極であるというふうに僕は考えているんですけども、そのアート芸術ですよね、アートとしてもしくはアーティストとしての自分はいなかったんだなってことに気づいたんですよ。で間違いなくその銀座グラフィックギャラリーねで展示されているものはビジネスではなくアートなんですよね。でもアートなんだけどビジネスになってるんですよ。でそこを見た時にビジネス軸からアートに転換しようと思ったら無理かもしれないけども、まあ、もしかしたら無理じゃないかもしれないですよ。広告とかね、ビジネスなんだけどすごく広告っぽくない広告もあるんです。ないわけじゃないと思いますけど、僕はちょっと苦手なのでできないなと思った時にアートからビジネスに展開するっていうことをまざまざと見せつけられて、でそれを考えたことがなかったなと思ったんですね。でもちろんそれっていうのは短期的にこう芽が出るもの、稼げるもの、結果が出るものじゃなくて、まあやっぱりね6ヶ月1年さらにそれ以上っていうことが、まあ、十分に積み重ねて折り重ねていかなければ、価値を帯びないと、まあ、分かりやすく価値を帯びないというところで、結果につながらないっていうのは分かるんですけど、なんかねもうそれすら諦めてたなと。6ヶ月1年2年3年やっても無駄じゃないかなみたいに思ってて、目の前の短期的な結果が出なければ価値がないっていう風にしてたんだなってことをねすごく論理的に分かったっていうよりもねすごく肌で感じたんですよね。でそれを思った時になんか自分の、まあ、今45歳なんですけど45歳までやってきた生き方っていうのは別に否定するものでもないし、それなりに結果も出してきたし体験もしてきたし紆余曲折ありながらもいい人生だなと自分では思うんですけども、ここからさらに、まあ、20年、30年、40年って、こう、年を重ねていくときには、アート寄りの生き方をしていってもいいんじゃないかなっていうふうに思えたんですよね。うん。なんかそれが、なんか自分としてはやってみたいことだし、多分大きなチャレンジになるんじゃないかなって思ったんですね。まあそんなことをですね、感じた上で夜に、トップガンマーヴェリックを見に行って、そのメッセージを受け取ったので、あ、これはね、もう、ね、例えばこうやって今音声撮ってるわけですけど、今時計を見るとね9分ぐらいになりそうなわけですね。で喋り出すと結構何分でも喋れちゃうぐらいもう喋りは結構好きな方なんですよね。で結構伝えたがりだしなんかひけらかしがりだしかっこ悪いわけですよ。本当にこうニーズに合ったものを提供しようとかね、今時代が求めてるものを提供しようみたいなアウトプットしよう上半身しようっていうふうには自分がまあコンサルタントとかビジネスプロデューサーって立場では思うんですけど、こと自分になるとねできなくなってしまうと、できなくないんだけどもやりたくなくなってしまうと、だったらもう好き放題もう時間も気にせず喋らせてくれみたいなね、そういうような自分がいるんですよね。まあそれをもう今日やってみようというふうに思ったわけです。だから誰かが聞いてるっていうのは正直困ると、誰も聞かないでくれみたいな感じなんですけども、聞くのはもう自分で繰り返しないで再生するぐらいだみたいになっててほしいぐらいなんですけど、まあもしここまでね聞いてくれているような本当にこう貴重なねもう稀なものすごい、なんだろう、
波動の合う方がいたら、まあそういうことなんだなというふうに理解してください。なんで、まあ最後まで聞く方なんてね、当然いないと僕は思って、とか信じて、配信をしてるというか収録をしてるので、まあ、そんなところですというところですね。で、今日は何もテーマをね、決めずに思いついたことを喋りましたけど、なんかネタはね、いっぱいあるので、まあこれを機にですね、まあ毎日とは言わなくても、2日に1回、3日に1回、自分のアートとして、積み重ねていくものとして、45歳以降の人生の土台になるような配信、それは何か結果を求めてやるんじゃなくて、自分自身のために、自分自身の心の栄養になるためにやってみようかなというふうに思っています。まあ、せっかくねブルー ETX も買ってね、初めて収録してるので、まあこの音声がそこそこいい音質だったらば、2回目3回目もあるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、もうね、11分になろうとしておりますが、まあ本当に最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。恥ずかしい限りですけども、ぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。それではまた。